スノーマンみんな運がいいらしいけど、今年もグループ内第2位と、冒険党で活躍の期待高まる目黒くん拍手薄い肌色。2022年3位、2023年2位、2024年2位、という、好成績。でも嵐の時に思ったけど、もうこのレベルの人たちって、みんな生まれ持った運の良さみたいなのが多分ある気がする。嵐もよく占いやってたけど、ゲッターズさんとか、全員強運って言われてたよね。そして、姉妹都市、星座とか血液型とか干支とか組み合わせた今年の運勢ランキングってのを見るんですけど、私なんていっつも真ん中とか下の方とか、ですよあら。で、今年も見ました。桜井翔くん、タレントランキング上位。左向き矢印何位か忘れたけど、翔くんなんて、もう常連ですよ。毎年のようにランキング上位に名前見かける。翔くんレベルになると、本当に人生ずっと運がいいんじゃないかな。いや、大変な時ももちろんあると思いますけど、一般人の私らとはちょっと違う運勢だと思うんですよね。育った環境から違うもんね。